はい、どうもマチョです。万年筆が好きでいろいろと買い集めているんですが、特に低価格な格安万年筆を多数持っています。そのほとんどが文具店で何かを買った時のついで買いです。1000円ぐらいだし、ついでにカゴに入れちゃおうという感じで買い集めていたら、これだけの数になっていました。格安万年筆は高級万年筆と違ってカジュアルに使えるのが良い点です。多少乱暴に扱って壊れたとしても経済的にダメージが少ないのがいいですよね。そうしたことから、いくつ持っていても損はないだろうとポジティブな考えで収集しています。主に国産の万年筆を中心に所有していますが、各社デザインや特徴が異なって、それぞれ違った書き心地を味わえるのも楽しみの一つです。今回は格安万年筆ということですが、万年筆の価格を左右する特徴の一つとしてペン先の素材が挙げられます。高級万年筆は腐食しにくい金素材を使っているのに対し、格安万年筆はステンレスを使ったものが多く、見た目のチープ感は否めません。高級万年筆のペン先と比較するとこんな感じですね。見た目はもとよりペン先の柔らかさ、しなり具合が全然違います。しかしステンレスイコール悪い素材ではないですし、金ペンよりも書きやすい場合もあったりします。万年筆の価格動向の前に、その万年筆が自分に合っているかどうかが重要なので、格安万年筆イコール悪いものとは捉えないようにした方がいいと思います。それでは、私が所有する万年筆の中から1000円程度で買える国産万年筆のおすすめ5本を紹介します。1つ目はパイロット角野。小学生向け万年筆として登場した角野は、実は大人がこぞって購入している大人気万年筆です。大型文具店に行かなくても、本屋にある文具コーナーやちょっとした文具店でも取り扱われていることがあります。価格は税込み1100円、実売価格も同じぐらいです。適度なインク量とペン先の程よい弾力で、カリカリしたステンレスらしい書き心地を楽しめます。全体的に総合点の高い格安万年筆の定番商品と言えると思います。またカラー展開が豊富なのも特徴の一つですね。デザインも可愛らしいので、これが人気の理由かもしれません。軸は六角形のボディで、グリップは三角形の形状になっているので、大人も子供も握りやすくて疲れにくい設計になっています。ペン先には笑顔マークやベロ出しマークが描かれていて、可愛らしいのも魅力の一つです。グレーの軸のペン先は笑顔マーク、白透明軸のペン先はベロ出しマークとなっています。書くのはキャップにクリップがないんですが、社外製品でカスタマイズできるパーツもあります。これはウーヌスプロダクトサービスというレーベルから発売されているスマートクリップバージョン2という商品。そもそも万年筆に社外パーツがあること自体、この万年筆の人気ぶりがお分かりかと思います。クリップがあれば、万年筆を収納するロールペンケースやバッグのペン収納部にも挿すことができるので便利です。デザインの可愛らしさは失われてしまいますが、ではインクを入れて書いてみます。書くのには付属のカートリッジが付いていますが、別売りのコンバータ CON40 を使います。回転式なので、回しながらインクを吸い上げる形になります。インクはセーラー万年筆の四季折インクを使ってみます。このコンバーターはインク容量が 0.4 ミリということなんですが、 100% 吸い上げることはできませんでした。ちょっと空気が入ってしまう隙間があるのかもしれません。2本とも同じ結果でした。で、書き心地はステンレスらしいカリカリ感がありますが、インクフローが程よく、インクが出すぎるということもなくて、とても書きやすい万年筆です。いかにも1000円の万年筆という感じこそしますが、デザインがとてもいいので、手軽に使える万年筆としてはとてもおすすめできる商品です。ちょっと試してみたいなという人は購入してみてはどうでしょうか。次に紹介するのはプラチナ万年筆のプレピー。定価は税込み440円ですが、実売価格はなんと300円ちょっとで買えます。プレピーは累計出荷本数1000万本以上という大ヒット商品なので、ご存知の方も多いかと思います。こちらの白いプレピーはコクヨとコラボしたペルパネプシリーズのものです。ペルパネプについては過去の動画で紹介しているので、気になった方は参考にしてみてください。プレピーもカートリッジ付属なので、購入後すぐに使えます。現在のプレピーはボディとインクカラーが同じ色にリニューアルされています。で、2部ですが、プラチナ万年筆の P のロゴが入った定番のペン先となっています。同社の万年筆として様々なシリーズに使われているような気がするんですが、この2部個人的にめちゃくちゃ使いやすいと思っています。この後書き心地を紹介しますね。
で、プレピーはプラチナ万年筆が開発したスリップシール機構を採用しています。長い間放置してしまうと乾燥してしまうインクですが、スリップシール機構搭載なら1年近く放置してもインクが乾燥しないという特殊な構造をしています。これ本当にすごいです。気になる書き心地はサラサラ系です。とても300円とは思えない安定した書き心地で、正直1000円以下の万年筆の中で最も書きやすいと言っても過言ではないです。もともと僕はプレピーって書きやすいけどデザインがちょっとなと思っていたんですが、ペルパネプの白い軸が出てからは割と使うようになってきました。結果使うたびにインクフローが良くて書きやすいなぁと毎回感じています。数ある万年筆の中でも最もラフに気軽に使える万年筆ではないでしょうか。次ですが、先ほどの300円万年筆プレピーの上位版プレジールです。定価は税込み1650円ですが、実売1000円以下で買えるものもあるので紹介しています。ペン先はプレピーと同じですが、軸の素材や形、長さなどが違ってかなり書きやすくなっています。カラー展開も豊富で限定モデルなんかも発売されているので、調べてみると好みのカラーが見つかるかもしれません。ただ限定モデルはちょっと値段が上がります。こちらの緑っぽいのはプレジール誕生10周年特別限定モデル、カントリーサンシャインというカラー。とにかく見た目が美しいので、プレジールはつい何本も集めたくなってしまいますね。またプレピー同様にプラチナ万年筆ということでスリップシール機構も採用しています。書き心地もプレピーと同じですが、握った感触が全然違って、より万年筆を使っている感を味わえると思います。プレジールは格安万年筆としては非常に良いクオリティと価格帯ではないかと思っています。見た目が美しい万年筆を何本もコレクションしたいという人にもおすすめします。続いて紹介するのはセーラー万年筆ハイエースネオ、通称スネオと呼ばれる万年筆です。定価は税込み1100円、ネットでの実売価格は同じぐらいかもう少し安い価格帯になっています。シンプルで万年筆らしくないスタイリッシュなデザインですが、細身の軸であることが一番の特徴ではないでしょうか。また2部は空気を取り込みペン先の弾力をコントロールするハート穴がハートの形そのままに作られています。またコンバーターはセーラー万年筆の純正コンバーターが使えます。回転式ですが、ノブの部分がカラフルな10色展開となっているのが面白いですね。透明軸なら色を楽しむことができます。ではインクをサクッと吸入して書いてみたいと思います。書き心地はやや固めで、漢字の留め跳ねがしっかりと書けるような印象を受けました。これは先ほど紹介したハート穴の形状による弾力性が影響しているのでしょうか。また細身軽量ということから、良くも悪くも一般的な万年筆とはちょっと違った感触がします。注意点としては、キャップをペン尻に刺してしまうとかなり高重心になってしまうので、キャップは外して使うと書きやすいと思います。ハイエースネオは細軸で手軽に使えることが特徴なので、自宅でじっくり使うというよりかは出先カフェなどでサクッと使うのにいい万年筆のような気がします。つまり絶対買うべき1本ではなく、持っていても損はしないだろうという万年筆ではないでしょうか。最後に、最近僕の中で高評価だったのが無印良品のアルミ丸軸万年筆。価格は税込み1090円となっています。この万年筆との出会いは過去の動画にて紹介していますが、軸が細くてアルミの質感やローレット加工がされたグリップなど製図シャープペンのように使えるため、思った以上に楽しく使っています。グリップ部分がちょっと滑るかなというところはあるんですが、なかなか他にはない万年筆なので、ちょっとレア感を感じるというか、僕の中で定期的に使いたくなってしまう万年筆となっています。またインクフローはとても良いんですが、同時にインクの減りが若干早いかなという気も。ただペリカンのコンバーターが使えるので、購入しているカートリッジが切れたらそちらを使う予定です。無印良品のアルミ丸軸万年筆は、万年筆が好きな人ならグッとくる一本ではないでしょうか。ということで、だいたい1000円ぐらいで購入できる万年筆を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。これらの万年筆に共通して言えることは、ペン先がステンレス製であることや、軸が樹脂製やアルミを使っているということ、そして万年筆の基本構造はしっかりしていて、専用のコンバーターが売っているということ。今回紹介した商品の中で個人的に最もおすすめしたいのはパイロットの角野です。次にプラチナ万年筆のプレピープレジールですね。この辺なら誰が使っても納得がいく万年筆ではないでしょうか。
他にも筆で万年とかラミーのペリカノジュニア、サファリ、パイロットのプレラ、プラチナ万年筆のプロシオンなど1000円以上4000円以下で購入できる万年筆も多数ありますが、あくまでも今回は1000円ぐらいというのを目安に選んでいます。万年筆初心者の方は入門としてどの万年筆を購入したらいいかわからないと思いますが、こうした1000円ぐらいで購入できる格安万年筆もたくさんあるので、いろいろと試してから万年筆の沼に使ってみるのも良いかなと思っています。ということで動画は以上になります。今後も筆記具に関する動画はどんどん配信していきたいと思っているので、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。